こんにちは、速稼塾の久保です。花屋の馬さん、よかったですね。1年間いろんな方に、与えたつもりが逆に与えられている、一番もらっちゃったっていう気持ちで、振り返ることができたの、素晴らしいことだと思います。で、今回はですね、もう一歩踏み込んで考えてみようかと思うんですよね。で、花屋の馬さんはこの1年間おそらく視聴者さんですとか、オンラインサロンのメンバーさんですとか、その他花屋龍馬さんを知っているという方に強く支えられて1年間暮らしてこれたと思うんですよね。私の感覚でしたら、私の場合はどんなお金を使う時でも、ここに500円でもありますけども、これですらね、あの人にもらったお金なんだなっていう気持ちで使わせてもらうんで、やっぱ1円たりとも無駄にできないなと思ってます。先日三崎裕太さんがビットフライヤーに入れている数百円のお金を凍結されたんでね、こんな冗談じゃないぞと、金返せよみたいな動画出してましたけども、気持ちよくわかりますよね。たった1円であろうとも、私たちビジネスマンは軽んじて通り過ぎることはできないんですよ。それこそポイントサイトのモッピーで、私アンケート1ポイントだろうが2ポイントだろうがやってるんですけども、それはね、目の前にあるお金を大切にするっていう意識なんですよね。1円だから10円だから100円だからどうでもいいやとは感じないわけですよ。で、それがやっぱりビジネスマンを貫いているのか、そうじゃないのかっていう理由の一つだと思うんですけどね。じゃあ今回ね、花屋龍馬さんがもらっちゃったと、皆さんからいただいたよっていう感謝をもう一歩踏み込んで考えてみようかと思います。それはですね、実は2019年までお勤めされていた時も結局一緒だってことなんですよ。会社からもらってるから、まるでね、社長がくれたみたいな感覚になってますけども、やっぱりその先にいるどっかの業者さんや取引先様、お客様が会社を信頼して払ったお金が巡り巡って給料として私たちの元に届いていたわけですよね。そうなると、やっぱり会社勤めも、上司の方、部下の方、同僚の方、そして見ず知らずの取引先の方、その向こうにいるお客様一人一人によって支えられていたんだな、ありがたいなっていうふうに感じるってことを考えると、私ね、お勤め人だからといって、全く同じだと思うんですよ、私たち事業者と。ですんで、まるでね、経営者になったから、ちょっとね、一皮むけたかなとか、立派になったなってことではなくって、それぞれのポジションで、守るべきものをね、しっかりと責任を持って守ってくださってる結果、この世の中は回ってるんだなと思うんですよ。ですんで、そういう意味で言うと、職業に規制はないっていうふうに本当に思いますよね。いや、私ね、ちょっとね、ここで言うのはどうかと思うんですけども、性風俗に関わる方いるじゃないですか。パチンコとか、それから私がやってた麻雀みたいなのも同じかもしれませんけども、職業に規制はないっていうのはまさにそこに行くんですよ。例えば今回性風俗をちょっと例にとりますけども、性風俗はね、一部やりたくなくってそこにね、叩き込まれちゃう女の子もいるかもしれませんけども、今希望する職業の一つもあるんですよね。で、そこではね、やっぱり昔のように悪いものばかりではなくって、きちんとした女性としての扱いを受けたりとかね、お客様も最近清潔でちょっとこうかっこいい人が来たりとかね、やっぱりお客様はお客様で、その性風俗の中でその恋愛っていうね、刹那な恋愛ってものを楽しむんだろうなと思うんですよ。だからこそ自分もいい男に見られたいし、女性に尊重されたいし、大事にされたいから、自分もフードルっていうらしいですけどね、風俗にお勤めの女性のことを風俗アイドル、フードルっていう言葉があるらしいですけども、すごく女性をね、丁寧に扱う方が多くて、安全な職場になってきてるらしいんですよ。で、今回みたいなことがあった時でも、感染症対策むちゃくちゃ細かくやってますからね。で、私ね、その性風俗のメールマガジンを何社か撮ってるんですけども、そこによってですね、動向が見えることもあるんですけども、なんとですね、この年末年始ものすごくね、新人さんが増えてきてるんですよ。で、ものすごくね、可愛らしく着飾っていて、集客のためにやってるところもあると思いますけども、本当に希望して来られてる方がいるんじゃないかな、これはっていうふうに感じるところもあります。もちろん、デリケートな女性の気持ちなんで、私がね、勝手に決めつけることはできませんけども、もうね、今日も新人さんが入店とか言ってね、どうなっちゃったんだろうかみたいな、で、中にはね、もう長い方もいらっしゃるんですよね。で、他に移籍された方とかもいて、これは何なんだろうかとか思っちゃいますね。
ちょっと話全然違うところに行っちゃいましたけども、言いたいのはですね、その職業も必要だから存在してるのかなとも思うんですよ。もちろん必要だから存在してるかといって、泥棒ですとかね、それから特殊詐欺ってものが必要だ職業だとは思わないんですけども、ああいうのは単なる迷惑なんですけども、やっぱりね、あのお金を払う人がわざわざ出かけて行ってお金を渡してサービスを受けるっていう意味で言うと、本当に職業に規制はないんだろうなと思うんですよ。やっぱりこう求められて誰かの役に立ってお金がこう動いているってことを考えるとね。はい、じゃあちょっと性風俗から話外れまして、話をね元に戻しますけども、花龍馬さんの今年1年去年かやってきたことっていうのは、やっぱりね、直接自分を支えてくれた人が分かりやすいんですけども、でも、多くのね会社のお勤めの方とかアルバイトをされている方も確実にこの社会の一隅を照らす誰かの役には立っていると思いますので、堂々とね今日も仕事に向かっていっていただきたいと思います。それではいってらっしゃい。でプラスですね、今日はお知らせが1点ありましたね。花屋レモさん、1月の12日ご一緒できるお約束時間が取れるようでしたら、ちょっとね話を聞いていただきたいところがあるんですけども、実はうちの大和くんね、8日からアメリカンスクールじゃないや、インターナショナルスクール行くんですよ。で12日も登校日なんですよね。でお昼の前に帰ってきますんで、まあ大体1時にはもう完全にうちにいると思うんですけども、ですからね、お約束の時間2時ぐらいに、検討でね、2時前後にお越しいただくような形でどうでしょうか。最寄りの JR 駅大門駅まで来ていただきましたら、お迎えに上がるか、もしくはそこからね、タクシーで来ていただいてもいいのかなと思いますけども、もしね、あの大門駅に着きましたら、まあ、着く直前になったらご連絡いただければ、私の方がねお迎えに行けると思いますので、よろしくお願いします。そして2時間前後ねご一緒させていただいて、夜はね、私この日はガチンコ筋トレ対談があったと思うんですよ。ガチンコ筋トレ対談ズームがありますんでね、まあ2時間前後でスケジュール取っていただければ幸いでございます。また駅までお送りしますんでね、その辺は請け負います。よろしくお願いします。では失礼します。